えー、皆さんこんにちは中山さつきですと今回もまた自分の好きなことについてお話ししたいと思います今回はアニメ東京グールのお話をしたいと思います東京グールにハマったきっかけを教えてくださいきっかけはもともとアニメがすごく好きで いろんんなアニメ見てたんですけどその中で「東京グール」っていう作品を知って見てたんですけどまああの世界線なんだろうその世界のお話というか、まあ、設定がすごく面白くて、まあ、グールっていうねあのグールと人間っていうな、まあ、その2つの話なんですけど、まあ、人間とグールとどちらのどちらの 描写もあってでどちらもまあどちらにも感情移入できてしまうのでなんかそうですねなんかどっちを応援するとかもないというかねなんかすごい見てるとハマってしまうし好きなキャラクターが出たらねあの死なないでくれと <laughs> 祈るばかりですね。 月山の魅力を教えてくださいあの東京グールが好きですっていうお話をした時に築山っていうキャラクターが好きですとお話ししたんですけどあのこのキャラクターは登場からインパクトが凄まじいです本当に多分一度東京グールを見た方なら一生忘れないであろうキャラクターだと勝手に思っております本当にインパクトしかないし まああのー、いろんな名言を残してるしでうれ、あのー、しくうれしくないって言ったらあれですけどなんかあれですね最初ね見た目が似てるのかなって思ったんですけどあの中身が似てるって言われた時はちょっとびっくりしました <laughs> そんなキャラクターですちょっと似てるかどうか是非見て見極めてくださいあのアニメ見ていただいて。 山州と一緒に一日を過ごせるとしたらどんなことをしたいですか怖いですねあの一日過ごすとなると怖いですね逃げるしかできないですね多分逃亡逃亡劇になると思いますまあでもねあのもし食べられないでいただけるならディナーしたいですね本当にあの食事会に行って一緒にディナーをするっていうまあちょっと でできれれば人間が食べられるものでディナーしたいいなと思います本当にアニメはいろんな作品を結構見てるんですけど有名なものから、まあ、ほとんど有名なものは多分基本的には見るようにしてて、まあ、その中でもね「東京グール」っていう作品は本当に人気のある作品だなと思っていてで本当に。 もう好きすぎてフィギュア買ったりして本当にそうですねなんかこんなに長いのに集中して見れるアニメって本当にすごいなってもういつ見ても展開が読めないし誰が生き残って誰が死ぬのかっていうのがギリギリまでわからない作品でもう本当に気が気じゃないというかね最後まで。 目が離せられなないい作品だなって思ねえ是非見たことない人も見たことある人も是非見てみてください。ね一緒にグールにならないように気をつけましょう。<laughs> それでは。